私は竹村麻里、31歳。小学3年生の時に担任だった瑛太という男性から受けたパワハラ、セクハラを専業主婦になった今でも思い出す。瑛太は厳しいと評判だった先生だったので、始業式で担任が発表された時は落胆の雰囲気がクラス全体に漂っていた。厳しいという評判の裏で、教師という立場を使って生徒にパワハラ、セクハラを繰り返していた男だった。その瑛太の主なターゲットになっていたのが私と B 子だった。 B 子は可愛らしい顔立ちで小柄なおとなしい子だった。瑛太は特に B 子が好みだったようで、他の生徒が忘れ物や間違いをすると厳しく叱るのに、 B 子には何も言わず、他の生徒は名字を呼ぶだけなのに、 B 子だけは B 子ちゃんと呼んでいたりと、何かと特別扱いしていた。しかし甘やかされた分、 B 子はセクハラの対象にもされていた。しかも瑛太はセクハラ行為を周囲の生徒に隠すことなく B 子を狙い続けた。瑛太はテストになると必ず指導と言って B 子の隣に椅子を置いて、ぴったりと体を密着させるように座る。 B 子から聞いた話では、顔を近づけてきて耳に息を吹きかけてきたらしい。おとなしい性格の B 子は拒絶することもできず、耐えるしかなかったと半泣きで言っていた。また音楽の授業でリコーダーを忘れた時には、瑛太が学校の備品を貸してやろうと言って歌口をなめ回してから渡してきたらしい。 B 子はそのリコーダーを使って授業を受け、休み時間に手洗い場で吐いていた。体育の時間にはマット体操の手本をしていた瑛太が B 子にだけ体を触りながら教えていた。座学の時もみんなが問題を解いている間に B 子の隣に椅子を置き、 B 子を眺め続けるというハレンチぶりだった。 B 子は毎日下着の色を聞かれていたと聞いて、どれほど気持ち悪かっただろうとゾッとする。一日一回学校中を巡回する教頭先生が出張でいなかった日は、今日は教頭がいないぞと嬉しそうに一日中 B 子のそばにまとわりついて、さらに頬にキスをしていた。プールの授業では B 子に抱きついて体中を執拗に触っていたらしい。私は知らなかったが、胸やお尻を何度も触られたと言っていた。瑛太から遠ざかりたかった B 子は授業が終わるとさっさと下校していた。しかし瑛太は B 子の下校時間を遅らせようと、学校で飼育していたモルモットの世話係を B 子に任命した。世話係は授業後も残ってモルモットの世話をしなければいけなくて、夏休みなどの長期休暇の間にも学校に行かないといけない。それが瑛太の狙いだった。学校に行けばセクハラしてくる瑛太が待ち構えているなんて、どんなに辛かっただろう。一方私は B 子へのセクハラとは違い、
パワハラのターゲットにされていた。授業中、少しの間違いを大げさにバカにして笑い者にされる。回答を間違えれば教科書やノートを奪い取られてビリビリに破られる。そして教壇の横に立たされて雑巾を顔にぶつけられた。何の罰だったかは思い出せないけど、みんなの前でスカートをめくれと強要されたこともあった。瑛太の機嫌が悪い時は給食のメニューを一品少なくされるし、日直がするはずの黒板掃除を、竹村は4月までずっと黒板掃除をやれ、次の授業が始まるまでにきれいにしておかなかったらまた雑巾をぶつけるぞ、と押し付けられた。また幼い頃から伸ばしていた髪を瑛太に、みっともないから切れ、と毎日怒鳴られて切ることを強要された。仕返ししてやろうと思った幼い私は、夏休み明けにショートヘアにして、わざわざ職員室まで行って瑛太に見せに行った。瑛太先生、言う通りに短くカットしてきました、と他の教師にも聞こえるくらい大きな声で言ってやった。すると瑛太はすっとぼけて、俺言ったかな、覚えてないな、と言った。それからさらにパワハラが激しくなった。ちなみに B 子も挑発だったのだが、ビーコちゃんは何の髪型でも似合う、ずっと触りたいな、とベタベタと髪を触り、生徒の前で可愛いとかもっと触りたいと堂々と言ってのける始末だった。他にも書ききれないほど多くのパワハラセクハラ事案があった。本当にどうしようもない教師だった。こんなにやりたい放題でも問題が浮上しなかった。生徒たちを恐怖心で支配していたからだと今は考えている。授業中に私を殴りつけて罵倒する様子をわざとクラスのみんなに見せて、俺に逆らったらこうなる、と威圧していたんだ。暴行するのはいつもお腹や太ももなどの衣服で見えなくなるところばかりだったし、私も親に心配させたくなくて隠していた。 B 子も恥ずかしくて誰にも言い出せなかったらしい。だから問題があらわになる時が遅れていった。それに反するように瑛太のハラスメントがますます悪化していった。2学期になるとある事件が起こった。帰りの会で瑛太が、明日理科で色水の実験をするから割り箸と紙コップを持ってこい、家になかった人は家庭科室から借りられるからわざわざ買わなくてもいい、と言った。私はその日の夕方に母とホームセンターに行って、もうすぐやってくる私の誕生日プレゼントとして新しい筆箱と筆記用具を買ってもらった。ついでに明日の授業で割り箸と紙コップがいることを母に言うと、なかった人は貸してくれるんでしょ、先生がそう言っているなら買わなくていいよ、それより今度こそ筆箱大事に使ってよ、と言われ、持っていかなくて本当に大丈夫かな、と少し不安だったが、大人の意見を信じて持っていかなかった。そして翌日朝の会で瑛太が
割り箸と紙コップを持ってこなかった人は手を挙げろ。というので、私は挙手をした。他にも数人手を挙げている子がいたが、エータは私のところへずんずんと歩み寄ってきた。おい竹村、どうして持ってこなかった？先生は言ったはずだぞ。家になかったから。言い訳するな。エータは机の上に置いていた私の筆箱をものすごい勢いで床に叩きつけた。昨日母に買ってもらったばかりの新品の筆箱、新調してもらった鉛筆や消しゴム、定規が筆箱から飛び出して床に散乱した。エータはそれを何度も踏みつける。やめて！筆箱を取り戻そうと手を伸ばしたが、筆箱はもう形が曲がってしまうほどぐちゃぐちゃになっていた。鉛筆は折れてしまい、定規は真っ二つに折れて、消しゴムは窓から投げ捨てられた。私は号泣した。泣くな、拾え。私は泣きながら折れた鉛筆と筆箱を拾い集めた。筆箱はもう使えないほど原型をとどめていなかった。私は悔しくて悔しくて、母への申し訳なさや瑛太への怒りで、その日どうやって過ごしていたかは覚えていなかった。それからも瑛太に教科書やノート、体操服をボロボロに破られた。私が何度も瑛太先生にされたと言っても、誰も信じてくれず、全て私が自分でやったと思われていた。誰も私の話をまともに聞かなかった。ボロボロになった筆記用具を母に見せたら怒られると思った私は、筆箱をランドセルの奥底に隠しておいた。 PTA の会議から帰ってきた母が、筆箱を見せなさいというので、恐る恐る筆箱を見せると、やっぱり怒られた。昨日買ってあげたばかりでしょ、なんでこんなにボロボロにするの。物を大事に扱いなさいってお母さん言ってるよね。もうマリには買ってあげないよ。違う、エータ先生がやったの。今までの全部エータ先生にされた。先生がそんなことするはずないでしょ。信じてもらえないまま言い合いを続けていた時、玄関のインターホンが鳴った。近所に住むクラスメイトが窓から捨てられた消しゴムをわざわざ探して拾って届けに来てくれたのだ。クラスメイトから真実を聞いた母はすぐに学校に向かい、職員室にいたエータを怒鳴りつけた。その夜、学校から帰った母が、次にエータ先生から何かされたら、授業中でも気にしないですぐに職員室に行って他の先生に助けてもらいなさい、ちゃんと話すのよと言った。そして、今まで信じてやれなくてごめんね、謝って抱きしめてくれた。翌日の朝の帰りは、エータが、この中に親にチクったやつがいる、チクるなんて行為が人として最低な行為だぞと言って私の方に近寄ってきた。そして、お前だろと言って、机と椅子を蹴り飛ばした。その瞬間、教頭先生と母が廊下から現れて、エータはすぐに連行された。その日の授業は非常勤の優しくて評判のいい椎山先生が担当してくれた。授業が終わると、
私は校長室に呼び出されて、イータ先生にされたことを全部話してほしいと言われた。私は今までされた行為とB子がされていた行為を覚えているだけ全て話した。次の日から椎山先生がしばらく担当になるらしく、私の黒板掃除も日直も変わった。壊された筆箱や破られた教科書やノート、体操服はエータで弁償してもらい新品をもらった。何度か学校内でエータと鉢合わせた時に絡まれたりしたが、もう殴られることはなくなった。教室の後ろに必ず教頭先生か主任が監視するようになったので、エータはすっかりおとなしくなった。そして終業式になると、エータが教育研修センターに移動すると発表された。研修センターは問題のある教職員を再教育するための施設だ。ここに送られた人は出世も現場復帰も難しくなるらしい。いわば教師の刑務所のような場所だ。廊下ですれ違った瑛太に、お前なんで母ちゃんが PTA 会長だって言わないんだと言われたので、え、先生知らなかったの？始業式の時挨拶してたでしょ？みんな知ってるよ。じゃあ研修頑張ってね、と笑ってやった。母に、なんで初めから私のこと信じてくれなかったの？と聞いたら、この頃甘やかすだけの先生が多くて学校が荒れてしまうことが多いでしょ。だから厳しく叱ってくれる先生は貴重だったから、つい買いかぶっちゃった。大人の前ではしっかりしてるように見えたからすっかり騙された。もう悔しいよ、お母さんも、と話していた。 B 子の親も B 子へのセクハラは全く知らなかったそう。訴えるか何度も話し合ったらしいけど、変に噂が立って B 子が傷ついてしまうことを懸念して何も処罰を与えないことにしたらしい。エータを法的に罰せられなかったのは悔しかっただろう。今になって振り返れば処分が甘すぎるし、エータは本当にひどい教師だった。だけど多少の体罰は教育の範疇にあった時代に体罰を理由に移動させることができたのは紛れもなく母の行動のおかげだろう。母の立場になった今では子供にそんな仕打ちをされたら耐えられない。警察に駆け込むこともためらわないと思う。今の時代はマスコミも取り上げるし、移動よりも厳しい処分が下ることだろう。 B 子への行為に何かの罰を与えたかったと未だに怒りがこみ上げてくる。後日椎山先生から聞いた話では、エータはセンターに通うようになってからパワハラ、セクハラ行為からロリコンだと噂されるようになり、結局教職を辞めたらしい。なぜ密かに処分されたはずの話が広まっているのかわからない。椎山先生は当時、みんなも仕返しできなくて悔しいよね、でも悪事っていつかバレるものだから、だからあなたたちは瑛太先生みたいになってはダメよ、と言っていた。そういえば椎山先生も瑛太先生にセクハラされていたという噂もあった。もうこんなことが起こらないことを願う。